ジラフを社員に受けさせる場合に、システムからメールにて個別のログイン情報を対象社員に送るパターンと、共通の URL を対象者に配布し、それぞれにアクセスしてもらうパターンとがあります。メールアドレスを持っている社員にはパターン1、持っていない社員にはパターン2がおすすめです。なお、同じ社員に対してパターン1、パターン2を混合して使わないようお願いいたします。詳細はそれぞれの動画でご説明いたします。